おいちょっと聞いたっけうん山田さん今月いっぱいだってねえー、もうびっくりなんかご主人が転勤することになったらしいにうーんそうだもんでさもう私何も知らんもんでさ来月のシフト交代できるかって相談しちゃったもんもう恥ずかしいもん私ねえそうだもんでなんかみんなからそう最終日にお渡しできたらいいかなっていうふうに思ってるだけどうーんそうだもんでお花用意して じゃあ、あとはもう私代表して、うん、タコマでなんか買ってくるようにするもんでさ。うん。あ、大丈夫、大丈夫。もう私タコマ近所だもんで。うん、それは気にしんで。もう、やだー、もうー。恥ずかしい。え、もう私ずっと喋ってたもう、ど恥ずかしいじゃん。何も、アホのにつけてさ、話すなんて、もう本当にやだ。 ねえそう,もう昨日さ焼きそば作ったもんでうん煙鉄でさいつも行く時間よりも遅く行っただよそしたら安く売ってたもんでうんそうだもんでお弁当で持ってきただよ。でもねもう青のりついちゃってたなんでもう恥ずかしい <laughs> そうもうも私も首とか肩とかすごい凝っちゃってるもんでさうんもう朝起きるのとか偉いだよねえもうやだ本当にそうだもんでさ最近マッサージ屋さんも通い出してるだけどねうんそうそこのねマッサージの先生すっごいいい人だったもんでうんそうお世話になってるだようんあちょっとこのゆず茶さうん冷めンちに飲んでみてうんそうそこのマッサージ屋さんでねうん飲まさせてもらっただけどもうすっごい美味しかったもんでさ そう、どこに売ってるんですかって聞いてね、うん、鉛鉄薬っ店で買ってきただよ。そう、あ、それね、ちょっと、ゆずの果肉がこぞんでるもんで、うん、ちょっとかき混ぜてからの方がいいかも。